江南省西原市のあるスーパーでこのほど、地盤陥没という不思議なことが発生しました。1メートル以上の大きな穴が現れ、2人の顧客がその中に落ちて怪我をしました。中国メディアの報道によると、地盤陥没が発生したスーパーは開店したばかりで、穴に落ちていたのは大人と子供の2人だといいます。ネット上で出回っている動画には、タイルや破損した棚など大量の商品が穴に落ちている様子が映っています。現在、現場はすでに封鎖されています。それを見たのはいつの日だったろう。畏敬の念を抱くほどの壮麗さ、人生さえ変えるほどの力強さ、時が経つのも忘れるほどの美しさ。今再びその感動が訪れる。今年も演目を一新してあなたを待っています。シェンユー。